外国為替市場とは外国為替取引が行われる場の総称、外為市場と略称することもある。抗議に解釈すれば外国為替銀行としての対顧客市場も含まれるが、一般にはより競技に為替銀行間取引が行われる場を指す。為替銀行の顧客には商品の輸出入を行う貿易業者を中心に、運賃、保険料、利子、配当金、 海外旅行費用などの形状的経済取引や、対外証券投資、対外直接投資、対外貸付借り入れなど、資本取引を行うものがある。外国貨幣の交換を行う両外商も、為瀬銀行の顧客である。為瀬銀行は、こうした対顧客取引によって生じた、外国為替の持ち高や、資金の過不足を調整するため、 相互に外国合わせの売買を行う。この為替銀行間の取引を銀行間取引と言い,い、その市場を銀行間市場という。銀行間市場における取引には、外国為替ブローカー経由で行われるものと、為替銀行が相互に直接取引を行う自家取引とがあるが、後者は相互に満足する出会いが限られるため、外国為替ブローカー経由取引が圧倒的に多い。 銀行間取引は一地域の市場内にとどまらず、広く他の地域あるいは外国の市場においても本支点、または外国の取引銀行を通じて活発に行われる。銀行間市場には政府、中央銀行も参加する。これは特定の政策目的を持って為替相場に影響を与えるために行われ、この取引は市場介入と呼ばれる。 銀行間取引を対別すると、スポット取引、先物取引、スワップ取引に分かれる。スポット取引は、取引の対価の受け渡しが原則として取引日の、よくよく営業日に行われるものである。先物取引は、対価の受け渡しが、将来の特定日に行われる取引であるが、通常実機物取引の受け渡し日を基準にして1 二ヶ月や六ヶ月などのガ単位で区切った確定日を受け渡し日としている。スワップ取引は時物取引とその反対方向の先物取引、または受け渡し日が異なる相互に反対方向の二つの先物取引を同時に同額同一の相手方と行うものである。銀行監視上で成り立つ為替相場は為替銀行の対顧客相場の基準となるが、 貿易業者などはこの対顧客相場を、いわば予見として様々な対外取引を行い、そこから生じた、外国が合わせの時給が再び銀行間相場に反映される。銀行間市場は、当事者が毎日特定の場所に集合して、外国が合わせの売買を行う取引所がある場合と、電話、ファックス、電子的媒体で個々に行う取引を総合した、抽象的な場を指す場合に分かれる。 取引所がある国々の銀行間市場でも、取引所取引以外の銀行間取引が活発に行われている。取引所取引で成立する為替相場は、通常為替銀行の小口の対顧客取引の基準相場となる。このように、証券取引所のような具体的な取引所は、存在せず、時間の経過とともに、取引の中心となる市場が移り変わっていくことから、 眠らない市場とも呼ばれる。国際決済銀行は2019年に1日あたりの外国合わせの取引額の統計を公表している。国別では1日あたりの為替取引が最も大きいのはイギリスであり3兆5760億ドルと世界の43.1%を占めており、首都ロンドンが世界の為替取引をリードしていると言える。 通貨別の外国為替世界シェアでは現在もアメリカドルが圧倒的な取引量を誇っている。上位10カ国は以下の通りである。眠らない市場外国為替市場の朝からお金の見通しラボ東京スター銀行2021年2月12日閲覧国際決済銀行の統計2019年9月28日閲覧 世界三大通貨の合計、ありがとうございます。